昼ドラ花嫁の連が特別賞を受賞です。優れたテレビ番組などを表彰する ATP 賞で、2010年から15年にかけて放送された昼ドラ花嫁の連の制作チームが海外展開の実績を認められて特別賞を受賞しました。この作品が長く長く続くといいのになと思っていたら、世界に羽ばたいていってくれました。金沢の老舗旅館を舞台に、嫁と姑の確執を明るく描いたホームドラマで、およそ30の国や地域で放送配信され、着物や旅館などの文化を広く発信したと評価されました。